こんにちは、森です。こちらは今大会の準決勝の模様。太郎さんとかなちゃんが激突しております。かなりの接戦となっておりますね。えぐいサーブで押していますね。あれは厳しい。接戦を制して太郎さんが勝利いたしました。かなちゃんは準決勝敗退と相なりました。太郎さんはこの勢いで決勝も制して見事優勝でございました。残った時間でかなちゃんがスーパータイブレークで遊んでくれました。ハゲはかなちゃん初対戦でございます。もてあそんでもらいましょう。ハゲのサーブで開始。タイブレークでフォルトはやばくて草。やってやろうと思っておりました。もう満足しました。サーブのコースから完璧な展開です。取れるかそんなもん。ひどいもんです。時間作ってぶち抜かれます。ようやく2ポイント。前に誘えてバックします。クソミスにご注意ください。ストロークに押されます。サーブのコースが良すぎて草越えて森。あっという間にかなちゃんマッチポイント。スライス回転ならまだいろいろできます。よし、まだ終わらんよ。かなちゃんにもてあそばれました。どんなご褒美かよ。いや本当強い。でも次こそ測ってやるんだからね。ハゲの撮影ミスできちんと撮れませんでしたが、くるるさんとも予選で対戦しておりました。相変わらずストロークがえぐいのでラリーは避けました。最後のエキシビはマーブーさんにボコられました。マーブーさんもストロークエグすぎでした。まともに打ち合いなんか非力のハゲじゃできませんね。ドロップでなんとか逃げようとしましたが、後半はストロークで押し込まれました。実は佐藤かな出場シングルスはもう一度開催されまして、ハゲはそちらでリベンジに燃えております。かなちゃん、マーブーさんとそちらで再戦しましたので、次回以降はハゲのリベンジ挑戦会となります。引き続きご視聴いただければ幸いでございます。リベンジ王に俺はなる。芝踏み出ちゃ困る。はみ出す元気それくらいでいい。追い詰められちゃ元も子もない。移りゆく日々に負けちゃられない。1秒だって無駄ができない。吐いて捨てる。今回もご視聴ありがとうございました。シングルスはやっぱり難しいけど楽しかったです。俺は勝手でも家事故中さ。噂げ騒げ行くぜ。出場の皆様、対戦いただいた皆様。今回もありがとうございました。太郎さん優勝おめでとうございます。次回の動画も何卒よろしくお願い申し上げます。チャンネル登録高評価もぜひぜひよろしくお願い申し上げます。